南部志保は CBC テレビの女性アナウンサー。詳細は基礎情報を参照。子供の頃は親が転勤族だったのか各地を転々としており、岡山次郎寮中学校、高等学校を経て学習院、大学経済学部経営学科卒業。岡山次郎寮は勉学やしつけに厳しい学校として有名であり。 南部も6年完了生活で勉強つけの辛い毎日を送った。その当時はテレビ視聴が唯一の娯楽だった。と語っている。大学卒業後の2004年 NHK 京都放送局に契約キャスターとして入局2年間務めた。期間満了後2006年 CBC にアナウンサーとして入社し現在に至る。毎年 CBC では入社時に 約3ヶ月の研修期間があり、他局のように入社して、すぐに、テレビやラジオに出演することはないのだが、南部は NHK でキャスターの経験があっただけに、CBC に入社して、すぐに、テレビやラジオのニュースなどに出演している。地上デジタル放送推進大使には2007年頃に任命された。当初は、浦部さやかの控えポジションであったが、 2009年7月1日付で、浦部が広報部に移動し、2ヶ月後に、大使の任を離れたため、しばらくは南部のみで、バックアップ要因なしで、地デジ関係の仕事に臨んでいた。2016年11月から3級に入るため、10月末で全番組を降板。2017年8月より復帰。NHK 京都放送局在籍時 CBC、遺跡後、ありがとうございます。